皆さんこんにちは。選挙用品 .com 田村亮です。必勝選挙チャンネルでは5分の無料動画ということで選挙のですね Q&A に緩く答えていきたいと思います。今日のテーマはですね、選管をですねどう活用するかということにもつながってくるんですけれども、選管は敵か味方かというテーマにとってやっていきたいと思います。はい。多くの方はですね、我々もビラとかポスターなんかの制作物をやらせていただくんですけれども、これを一回選管に確認しますとか、あとこういうふうなことをやっていいんですかと、選管に事前に確認しようと思いますというふうに言っていただける方は非常に慎重でいいと思います。ただ何でもかんでもこの選管に聞けばいいのかというとですね、そこには一つリスクもあるんだということを今日お話ししたいと思います。はい。でまずその前になんですけれども、この選管というのとどう付き合うかというのがまずあなたの最初のテーマになります。選管をですね、敵と捉える人、選管は我々のその活動を監視して、常に何かこうチェックをして言いがかりをつけてくると、けしからんと、敵であるというふうにですね、考える方もいらっしゃれば、選管というのは我々が事故らないようにこういろいろサポートしてくれる、いろいろ何か質問があった時にそれをお世話して聞いてくれる、そういう味方なんだと、いろいろ教えてくれる、その独立した機関なんだというふうなことでですね、捉える人がいます。でこれは基本的な考えとしては圧倒的な後者として考えてください。選管は敵ではなく味方として、いろいろなその情報を引き出すために活用させていただくというふうなスタンスをまず持つということが重要です。はい。でそれをやりすぎちゃいけないですよというのが今日のテーマでもあるんですけれども、だからといって選管は味方だからといってこちらの手の内をですね、全て相談しても確認して進めていくということはどうかというふうなことになります。でこれはですね、選挙管理委員会というのは選挙をですね、秩序を保ってやっていただくということをですね、所管した部署ですということなので、例えばですね、その皆さんがですね、選管に対してちょっと責めてるんだけども、こういうことやってもいいかな、不安だからちょっと確認しようかなというふうなことがあるんですけれども、そういうですね、活動に限って選管ではですね、ちょっと前例がないですね、控えてもらっていいですかみたいなですね、ちょっとお役所の回答がある場合があります。でこういうふうにですね、一回相談してですね、控えてくださいというようなことを言われたときに、もしその用品で失敗をしてしまうと、やはりですね、一回チェックしてもらったのに、それでやめてくださいって言ったのに、この人はそれをやって、しかもそこで何か問題が起こってしまったんだというふうに選管を見るわけです。選管も人間ですので、そうするとこの人はなかなかその、公職選挙法の理解が難しいのかもしれないから、少しちょっと注意して見ておかなきゃいけないなということで、印象が悪くなってしまうんですね。で選挙の前から選管に印象悪くなってしまったりとかっていうふうなリスクがあったりとかですね、あとはですね、選管に相談してダメです、控えてくださいというふうなことをよく言われると思うんですけれども、そういった部分ですとですね、なかなかこっちも活動がやりにくくなっちゃうんですね。選管で控えてくださいということを堂々とやるというと、やっぱり向こうの印象良くないですよね。はい。ということがありますので、何でも聞いていいというものではないと思います。で、そういう時に何を使うかというと、我々どもみたいなですね、選挙のですね、専門家を使っていただいて、こういうのってどう思いますかというふうな質問、これ実際にも多く寄せられるんですけれども、したいと思います。はい。で我々もなかなかですね、プロではあるんですけれども、ローカルルールやですね、規制の重い軽いというのは、地域によるというのと、あとは選挙が迫ってくると厳しくなるみたいなこともあるわけなのでですね、なかなか、イエスオアノーというふうなですね、白黒の回答は難しい時もあります。ただですね、我々の方で例えば作らせていただいたビラやですね、そういったものであれば、あとはもしくはですね、何かこう突っ込まれちゃった場合、安全にやっててですよっていう場合でもですね、我々の方でちゃんとケアすることができますので、そういった意味では専門の業者を使っていただいて、で、もしくはアドバイザーを使っていただいて、何かトラブっても慌てずにすぐにそこに対応するというふうなことで、選挙管理委員会への相談をですね、なるべく減らしていただいて、なるべくこのエッジの効いたですね、尖った攻めた政治活動というのをやっていただくというふうなこともですね、一ついいのかなと思います。あまりに尖りすぎると、やはりそこはですね、いろんな人の目に留まりますので、選挙管理委員会や警察からですね、ちょっとこういうことは控えてくださいというふうに言われることはあるかもしれませんけれども、そこは解釈違いやですね、あとは話の中の流れであってですね、解消したりすることもあるわけですので、
まあ、選挙というのはですね、どんどんリスクを取らないでやっていくと PR としては弱まってしまうというのは困った問題ですので、そこの部分のバランスなんかも、まあ、考えながらやっていくといいかと思います。本日は選挙管理委員会との付き合い方というふうな部分で、選挙管理委員会を味方にして、さらに味方だからといって何でも聞いていいわけじゃなくて、本当に重要なところだけ聞く、で攻めすぎたりしてこう制限かかってしまうというのはちょっと困ったところもありますので、そういったところはですね、まあ、解釈や作る段階、あとは運動の構成というところでちゃんと法律内に収めておいてっていう活動をして、独自の基準で動いて、まあ、もしそれでも何かあっちゃった場合は、そこで相談するというふうなことをお勧めします。まあ、お勧めしますというよりは、まあ、そういうやり方という部分で皆さんのその運動をですね、まあ、なるべくですね、制限ないように活動できるというふうなことの一つのアドバイスかなと思ってさせていただきました。本日は以上です。引き続きですね、こういった緩い動画流していきたいと思いますので、チャンネル登録お願いいたします。では失礼します。